宮沢賢治作銃公拳銃はいつも縄の帯を締めて笑って森の中や畑の間をゆっくり歩いているのでした雨の中の 青いやぶを見ては、よろこんで目をパチパチさせ、青空をどこまでもかけていく鷹を見つけては、はね上がって手をたたいてみんなに知らせました。けれども、あんまり子どもらが拳銃をバカにして笑うものですから、 拳銃はだんだん笑わないふりをするようになりました。風がどーっと吹いてブナの葉がちらちら光るときなどは拳銃はもううれしくてうれしくてひとりでに笑えてしかたないのを無理やり大きく口を開き はあはあ息だけついてごまかしながらいつまでもいつまでもそのぶなの木を見上げて立っているのでした時にはその大きく開いた口の横わきをさもかゆいようなふりをして指でこすりながらはあはあ息だけで笑いました なるほど遠くから見ると拳銃は口の横脇をかいているかあるいはあくびでもしているかのように見えましたが近くではもちろん笑っている息の音も聞こえましたし唇がピクピク動いているのもわかりましたから子どもらはやっぱりそれも バカにしして笑いました。おっかさんに言いつけられると拳銃は水を五百杯でもくみました一日いっぱい畑の草もとりましたけれども拳銃のおっかさんもお父さんもなかなかそんなことを 拳銃に言いつけようとはしませんでしたさて拳銃のうちのうしろにちょうど大きな運動場ぐらいの野原がまだ畑にならないで残っていましたある年山がまだ雪でまっ白く野原には 新しい草も芽を出さない時拳銃はいきなり田打ちをしていたうちの人たちの前に走ってきて言いました「おがおらさ杉苗え0 0本買ってけろ」拳銃のおっかさんは キラキラの三本わを動かすのをやめてじっと拳銃の顔を見て言いました「杉苗700度どごさ上らい」「うちの後ろの野原さ」「その時 拳銃の兄さんが言いました。拳銃、あそこはすぎうえでもおがらないどごろだ。それよりすこしたでもうってすけろ。拳銃はきまりわるそうにもじもじして、したをむいてしまいました。すると、 拳銃のお父さんが向こうで汗をふきながら体を伸ばして「買ってやれ買ってやれ」「拳銃はいままで何一つだってたのんだごだないがったもの買ってやれ」と言いましたので拳銃のおっかさんも 安心したようにわらいました。拳銃はまるでよろこんですぐにまっすぐにうちのほうへはしりました。そしてなやからとうぐわをもちだしてぽくりぽくりとしばをおこしてすぎなえをうえるあなをほりはじめました。 拳銃の兄さんが後を追ってきてそれを見て言いました「拳銃すぎや植えるトぎ掘らないばわがないんだじゃあしたまでまで俺苗買ってきてやるがら」拳銃は決まり悪そうに を置きました「つぎのひそらはよくはれてやまのゆきはまっしろにひかりひばりはたかくたかくのぼってちいちくちいちくやりました」そしてけんじゅうはまるでこらえきれないようににこにこわらってた。 兄さんに教えられたように今度は北の方の境から杉苗の穴を掘り始めました実にまっすぐに実に感覚正しくそれを掘ったのでした拳銃の兄さんがそこへ一本ずつ苗を植えていきました その時野原の北側に畑を持っている平次がキセルをくわえて懐でをして寒そうに肩をすぼめてやってきました平次は百姓も少しはしていましたが実はもっと別の人に嫌がられるようなことも仕事にしていました は拳銃に言いました「やい拳銃こごさ杉植えるなんてやっぱりバカだな」「第一オラの畑や日陰にならうな」拳銃は顔を赤くして何か言いたそうにしましたが いえないでししましたすると拳銃の兄さんが「へいじさんおはようがす」と言って向こうに立ち上がりましたのでへいじはブツブツ言いながらまたのっそりと向こうへ行ってしまいました。 その柴原へ杉を植えることを笑ったものは、決して平時だけではありませんでした。あんなところに杉など育つものでもない。そこは硬い粘土なんだ。やっぱりバカはバカだと、みんなが言っておりました。それは、 たくその通りでし次は五年までは緑色の芯がまっすぐに空の方へ伸びていきましたがもうそれからはだんだん頭が丸く変わって七年目も八年目もやっぱり竹が9尺ぐらいでした。 ある朝拳銃が林の前に立っていますと一人の百姓が冗談に言いました「おい拳銃あの杉や枝打ちさないのか?」「枝打ちっていうのは何だい?」 枝打ちっつうのは下の方の枝山形刀で落とすのさオラも枝打ちするべがな拳銃は走って行って山形刀を持ってきましたそして片っ端からパチパチ杉の下枝を 払い始めましたところがただ九尺の杉ですから拳銃は少し体を曲げて杉の木の下にくぐらなければなりませんでした夕方になった時はどの木も上の方の枝をただ三4本ぐらいずつ残してあとはすっかり 払い落とされていました濃い緑色の枝は一面に下草を埋めその小さな林は明るくガランとなってしまいました拳銃はいっぺんにあんまりがらんとなったのでなんだか気持ちが悪くて 胸が痛いように思いましたそこへちょうど拳銃の兄さんが畑から帰ってやってきましたが林を見て思わず笑いましたそしてぼんやり立っている拳銃に機嫌よく言いました「おお 枝あずめべいいたぎものうんとできだはやしもりっぱになったなそこでけんじゅうもやっとあんしんしてにいさんといっしょに杉のきのしたにくぐっておとしたえだをすっかりあつめましたしたくさはみじかくてきれいで まるで仙人たちが5でも打つところのように見えましたところが次の日拳銃は納屋で虫食い豆を拾っていましたら林の方でそれはそれは大騒ぎが聞こえましたあっちでもこっちでも号令をかける声 ラッパのマネ、足踏みの音それからまるでそこらじゅうの鳥も飛び上がるようなドッと怒る笑い声拳銃はびっくりしてそっちへ行ってみましたすると驚いたことは学校帰りの子どもらが50人も集まって 一列になって歩調をそろえてその杉の木の間を交信しているのでしたまったく杉の列はどこを通っても並木道のようでしたそれに青い服を着たような杉の木の方も 列を組んで歩いているように見えるのですから子供らの喜び加減といったらとてもありませんみんな顔を真っ赤にしてモズのように叫んで杉の列の間を歩いているのでしたその杉の列には東京街道 ロシア街道それから西洋街道というようにずんずん名前がついていきました。拳銃もよろこんで杉のこっちにかくれながらくちをおおきくあいてハ、はあハあわらいました。